ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえねえ、魔理沙は小さい時どんな職業に憧れてたの？小説家かな。絵がうまかったら漫画家になってバンバン稼ぎたかったけど。魔法使いじゃないんだ。あ、泥棒だっけ？そんな設定もあったな。まあ、夢と現実は違うってことだ。霊夢は巫女になりたかったのか？巫女スタイルは私の可愛さを引き立ててくれてるから転職だとは思ってるけど、YouTuber とかライバーに憧れることはあるわね。1万年に1人の逸材って人気が出ちゃうかも。根拠のない自信はさすがだな。そういえば、処刑人って職業あったの知ってるか？しかも先祖代々処刑人っていう家系があったんだぜ。処刑するのが職業ってこと？怖すぎるわ。日本とフランスとドイツに有名な処刑人一族がいたのさ。三つの一族合計でざっと7000人以上を処刑してる。しかも、あるドイツの処刑人はたった一人で3000人以上を処刑。これは、公式な死刑執行としては人類最多の記録なんだぜ。3000人、処刑しすぎでしょ。じゃあ、これから三つの処刑人一族について解説してみるぜ。刺激的な夜になりそうだわ。一つ目はドイツの処刑人一族、ライヒハートだ。特に、ドイツ最後の処刑人となった8代目ヨハン、ライヒハートは、史上最も多くの人を葬った処刑人として名高い。なんとその数、3165人だぜ。そんなに処刑しちゃったの？偉い実績で名を上げちゃったわね。ライヒハート家は8代続く処刑人の家系だったが、その実態は闇に包まれてる。史上最多死刑執行人である8代目のヨハン、ライヒハート以外のことはな。謎の一族なのね。そもそも、8代目のヨハンも実名じゃないのさ。野望みたいなもんらしい。ライヒハート家は代々ヨハンという名を受け継ぐことになってるからな。へぇ、名前までわからないなんて、ミステリアスだわ。ということで、8代目ヨハン、ライヒハートのことを中心に話していこうと思う。長ったらしいから、ヨハンって呼ぶことにするぜ。はい、了解。ヨハンが生まれたのはドイツ南部にあったバイエルン王国だ。ライヒハート家は王国時代のドイツでも処刑人として生計を立てていたらしい。8代も続く処刑一家だもんね。どういう経緯で処刑一家になったのかは謎なんだ。気になるわ。第一次世界大戦で敗れたドイツは革命が勃発して、バイエルン王国は滅亡。そしてドイツで台頭してきたのがナチスだ。ヒトラーのナチスね。ヨハンは1924年に処刑人としてのキャリアをスタート。どんどんナチス色が濃くなってた頃だ。ヨハンもナチス党員となって、バンバン仕事をこなすようになるぜ。ナチスになっちゃったの。当時のドイツでナチスは絶大な支持を集めてたし、国に仕えるのが処刑人の使命だから自然とそういう流れになっちゃったのかもな。ナチスになるのが当たり前っていうことだったのね。ヨハンの叔父、フランツ、クサーバー、ライヒハートも処刑人だったらしい。ナチス政権下で粛々とヨハンは処刑を遂行していったぜ。あのユダヤ人を粛清したヒトラーだ。ヒトラーの一声で、膨大な人が処刑されることになったのさ。ナチス政権下で仕事してたから、史上最多の処刑人になっちゃったのね。そういうことだ。もちろん、ナチスに反対する者もどんどん処刑されていっただろう。そりゃ、膨大な数になっちゃうわ。ヨハンの処刑手順は実に厳格だった。たくさんの人が死刑判決を受けて、どんどん仕事をこなさないといけないのに、ヨハンは決してせかさず手順を厳格に守った。いつも白いシャツと黒い上着を身につけて、黒い蝶ネクタイという服装で、手には白手袋をつけていた。きっちりキャラなのね。ドイツの伝統的な処刑人の格好なのさ。処刑される人に対する礼を尽くしてるんだろう。さすが代々続く処刑人だわ。ところで、処刑ってどうやるの？処刑に使うのはギロチンだ。あのフランス革命の。そうそう。ギロチンって、第二次大戦まで使われてたのね。西ドイツでは、死刑制度が廃止される1949年までギロチンが使われてたんだ。東ドイツでは1970年代まで使用続行さ。ギロチン発祥のフランスでは、なんと1981年まで現役で稼働してたんだぜ。フランスで死刑制度が廃止されるまでな。つい最近じゃないの。ナチス時代のドイツでは、1万6000人以上がギロチンで処刑されてるんだ。ナチスってとんでもないわね。まったくだぜ。じゃあ、ヨハンに話を戻すぞ。ギロチンってのは、残酷そうだが首を罪人に苦痛を与えないものなんだ。思いっきり想像しちゃった。ヨハンは、罪人に苦痛を与えないよう最大限配慮してたのさ。ギロチンはナチス占領下のポーランドやオーストリアでも使用されていたんだ。ギロチン、ヨーロッパ中で使われてたんだ。それにしても因果な仕事よね。ヨハンの因果は戦争後にもやってくるぜ。どういうこと？知っての通り、
ドイツは戦争に負けた、ナチス党員は戦犯として裁判にかけられた、ナチス党員だったヨハンも同様だ。じゃあ、戦争犯罪人として裁かれたの？1945年にヨハンはランツベルク刑務所に収監。裁判で、ナチス党員は次々に死刑を宣告されたけど、なんとヨハンは無罪。無罪？そんなんでいいの？命令に従って死刑執行人としての義務を遂行しただけとみなされたんだ。しかも、無罪になった後は連合国に雇用された。死刑判決を受けた156人の元ナチス党員を処刑するためにな。うわぁ。なんて皮肉な展開なの。連合国で死刑執行を受け負っていたジョン、クリス、ウッツ2等軍曹と協力して、元ナチスたちを処刑したんだ。かつての同僚たちを処刑したのね。成り行きとはいえ、とんでもないことだぜ。ドイツ敗戦の4年後、ついに死刑廃止が決定。1949年5月に、強盗殺人犯のウェイマイヤーをギロチンにかけたのが、処刑人としてのヨハン最後の仕事だった。やっと解放されたのね。一般人に戻ったヨハンだったが、元処刑人に対して周囲の目は冷たい。特にヨハンは、元同僚を処刑してるからな。裏切り者という批判もあったようだ。仕事で仕方なかったとはいえ、やるせないわね。元処刑人で裏切り者という評判からヨハンの息子は、結婚に失敗、この世を去ってしまった。そんな、自分の職業のせいで家族の幸せが奪われてしまうなんて、ヨハンの嘆きは察するにあまりあるな。息子の死から十数年後、西ドイツで死刑制度の復活が議論される。タクシー運転手が連続で殺害された事件がきっかけだ。ヨハンは死刑制度復活の支持派に呼び出されて意見を聞かれた。その時、処刑を早く残酷でない方法で行うにはギロチンが最適だと主張したそうだ。言葉に重みがあるわ。結局、死刑制度は復活しなかったが、その後は孤独なまま過ごし、78歳で亡くなったんだ。ドイツ最後の処刑人がついにいなくなってしまったってわけさ。どんな思いで晩年を過ごしていたのかしら。二つ目はフランスの処刑人一族、サンソン家だ。サンソン家は、フランスで200年以上にわたって処刑人を務めてきた家系だぜ。これまた筋金入りだわね。サンソン家で最も有名なのは、四代目のシャルル、アンリ、サンソンだろう。フランス革命時に、ルイ16世やマリー・アントワネットの処刑に関わり、史上2番目に多い、2700人以上を処刑した。ヨハン、ライヒハートに次いで多いんだぜ。ワンツーコンボできたか。サンソン家が処刑人になったのは、軍人だった初代シャルル、サンソンが、処刑人の娘と結婚して職を継いだことに始まってる。サンソン家の子供が代々処刑人の職を引き継いでいたから、現代でも処刑人といえばサンソン家と言われるほど有名なんだぜ。子孫は今もフランスにいるのかしら？もう家系は断絶してるらしいぞ。それに子孫だったとしても先祖が処刑人なんだから堂々と宣言したりはしないだろう。確かにそうね。私だったら絶対秘密にしたいわ。最近だと、サンソン家を題材にした漫画や舞台もあるくらい脚光浴びてるけどな。ダークで孤高な感じが受けてるのかしら。どうなんだろう。ちなみにサンソン家の紋章は割れた鐘を2匹の犬が眺めてるんだが、これは、フランス語で音がないを意味するサンソンから来てるんだぜ。おお、マリサ雑学炸裂だ。えっへん、霊夢に乗せてもらったところで、サンソン家で最も有名な、シャルル、アンリ、サンソンについて続けるぜ。どうして有名になったのかしら？シャルル、アンリ、サンソンが有名になったのはフランス革命のせいさ。ルイ16世やマリー・アントワネットっていう超ビッグネームを処刑したんだから。あのギロチンで処刑したのね。そうだ、ところで、ギロチンを発明したのはシャルルなんだぜ。そうだったの、ギロチン使っていっぱい処刑したかったのかしら。その逆だ、シャルルは死刑廃止を訴えてたんだ。処刑人なのにな。仕事、なくなっちゃうじゃないの。そうなんだが、何度も嘆願書を出すくらい死刑廃止を強く訴えていたらしいぜ。なんでそんなに死刑をやめたかったのかしら。当時の死刑ってのが残酷だったからさ。シャルルは父親が病で半身不随になってしまい15歳で処刑人を継いだんだ。1年後に初めて死刑を執行した時のこと。その時の刑は公死刑。罪人は夫を殺害した絶世の美女。戸惑ったシャルルは後、6回縄を結ぶのを失敗してしまう。そんなに失敗されると処刑場のムードは最悪さ。想像つくわね。そういうことだ。でも仕事だから処刑は完遂させないといけないしな。辛いとこね。当時の処刑ってのは公死刑だけじゃない。重い罪だと、八つ裂きの刑が言い渡されることもある。シャルルが18歳の時に、八つ裂き刑のアシストをすることになったのさ。国王暗殺未遂を企んだ罪人のな。まだ、高校生くらいじゃないの。き
つい仕事だわ。処刑責任者はガブリエル、サンソンでシャルルの叔父だ。刑はベルサイユで執行された。罪人の手足をロープで繋いで馬に四方を引かせて、その後はわかるな。ウエップ、想像の限界。叔父ガブリエルでさえ、あまりの凄惨さに引退を宣言したくらいだ。シャルルも大いに悩まされた。そりゃそうよ。で、当時の処刑ってのは他に斬死刑ってのもある。東インド軍総司令官のトランダル将軍に斬死刑を言い渡された時のことだ。将軍はサンソン家とバキスト、サンソンと旧知だったため、サンソン家が処刑してくれるなら幸運だとまで言い放ったそうだ。そこでシャルルが担当することになった。知り合いを処刑なんて辛いわ。ところが、シャルルは失敗。処刑に失敗するってのはまあ想像すればわかるよな。地獄絵図。すかさず、シャルルの手から剣を奪ってバチスト、サンソンが代わりに刑を執行したんだ。シャルルが失敗したせいで、一族のバチストは旧友を手にかける羽目になったのさ。絶対失敗したらあかんやつやん。シャルルは大後悔したぜ。それからは鍛錬して刑を失敗しなくなったけど、そもそも剣を一振りで首を跳ねるっていうのは高度な技なんだ。失敗しちゃったら罪人だけじゃなくて、関係者も見物人も悲惨なもの見る羽目になる。公私刑だって失敗したら目も当てられないし、八つ裂き刑なんて無ごたらしさの極地だろ。だから、死刑廃止を訴えるようになるのさ。めっちゃ同意するわ。でも、そんな簡単に死刑が撤廃されるはずはない。カノルイ16世は、死刑などは控えるようにと命じたけど、それが限界。ならせめて苦痛を伴わない方法を取ろうということでギロチンが導入されたんだ。ある意味人道的な配慮ってやつね。結局死んじゃうんだから、なんか皮肉だけど。シャルルは政治家のジョゼフ、ギヨタンに早く確実に処刑できる装置の開発を要求した。そしてギロチンができて、ルイ16世も使用を認めたんだぜ。ルイ16世がギロチンを採用してたなんて、ああ、結末を知ってる現代人からしたら皮肉な展開だぜ。1789年にフランス革命が始まる。そして半年後に、ルイ16世の死刑が決定。シャルルの元に、死刑執行命令書が届いた。ルイ16世の処刑を遂行しなければならなくなり、シャルルは呆然としたらしいぜ。そりゃそうよ。しかもギロチン使ってでしょ。処刑当日、シャルルは王党派が国王を救出しにやってくることを期待するも叶わず、ルイ16世は首を穴に固定されて、ギロチンの刃は落とされた。シャルルは国王の首から滴る血をハンカチに吸わせた。そして、ハンカチを教会へ持ち込んで神父に頼み込んでミサを捧げたそうだ。ミサが明るみになれば死刑になるのは確実だったのにな。切ないわ。ルイ16世の後は、マリー、アントワネットを処刑。ルイ15世の妾だったジュ、バリー夫人もギロチン行きだ。かつてはシャルルと恋仲だったジュ、バリー夫人は泣き叫んで助けを求めたらしいぜ。恋人まで処刑しないといけないなんて。処刑執行の波は止まず、多い時は1日に54人も処刑したんだ。人手が足りなくて検事総長がシャルルに助手を増やすよう命じたくらいさ。ギロチンがスピーディに首を落とせる装置だったから大量の処刑が可能になったんだ。処刑の苦痛を和らげるためのギロチンだったのに、あまりにもたくさんの人を処刑したもんだからシャルルは精神的に衰弱して、毎晩うなされるようになってしまった。革命の首謀者だったロベス、ピエールも処刑されると、次は私の番だとシャルルはつぶやいたそうだ。相当追い詰められてるわ。2000人以上を処刑し、やっと引退。処刑人はシャルルの息子が継ぐことになった。息子に継がせなきゃいけないなんて嫌じゃなかったのかしら？処刑人っていうのは、ひどく差別されていたんだって。シャルルもサンソン家の息子ということで、クラスメイトからいじめられて、学校も味方してくれずに、退学するように勧められる始末だった。処刑人は、職業柄人体の構造に詳しくて医療や薬の販売などの副業で収入は多くて、広大な屋敷に数十人の雇用人がいるくらい生活は豊かだったようだけど、世間からの扱いはひどいもんだし、息子に継がせたくはなかったんじゃないだろうか。きっと別の仕事について欲しかったでしょうね。処刑人って転職は不可能で、結婚も処刑人の家同士で密かに行われていたんだ。生活は豊かだけど、身分は低い。仕事は保障されてるけど、ノーマル精神なら進んでやりたいものなんていないだろうぜ。職業体験あったとしてもごめん被るわよ。ナポレオンがフランス皇帝になった年、シャルルは67歳で亡くなった。サンソン家は6代目のアンリ、クレマンまで確認できる。アンリ、クレマンは処刑人という家業を嫌い、酒とギャンブルにのめり込んだ。借金がかさみサンソン家は没落。
ギロチンを7入れまでしたんだぜ。ギロチン、7になるのが驚きなんだけど。1847年に処刑人として最後の仕事を全う、最後の仕事の翌日には罷免されたんだ。ギロチン、戻ってきたの？法務大臣に説明してギロチンを受け出す現金3800フランをもらったらしい。しぶといというかなんというか、処刑人を罷免された後、サンソン家の消息はつかめていないぜ。安らかに余生を送れてるといいけどね。三つ目の処刑人一族は日本の山田朝右衛門だ。江戸時代に処刑人として活躍した朝右衛門は、世間の人からは首切り朝右衛門、人斬り朝右衛門と呼ばれたそうだ。怖いニックネームだわ。ちなみに山田朝右衛門は個人の名前じゃなくて代々受け継がれる野望みたいなものだ。江戸時代から明治初期にかけて9代の朝右衛門がいたんだぜ。ライヒハート家と同じパターンね。そうそう、実は山田朝右衛門は正式には処刑人じゃなくて、刀の切れ味を鑑定する御配刀お試し御用という職についていたんだ。刀がちゃんと切れるかどうか試すってこと？そうさ、しかも死体を切って切れ味を試すのさ。死体を、そんな仕事があったなんて。死体で試し切りしないと、本当の切れ味は判定できないからな。なかなかハードな仕事だが、お試し御用は幕府が認めた正式なお仕事だ。幕府からは大体年間50両の報酬をもらっていたんだ。死体を切るお仕事なんてきついわね。まったくだぜ。幕府のお役目についていたものの山田朝右衛門は浪人扱いだったらしい。御家人や旗本じゃなくてな。あくまで裏のお仕事ってことか。で、江戸時代には奉行所の首切り同心が正式な処刑人だったわけなんだけど、首って相当うまく刀を当てないと一度に落とせない。それに、罪人とはいえ人の首を切るなんて精神的に辛い仕事だしな。だから、首切り同心は山田朝右衛門に処刑を代行してもらっていたのさ。お試し御用として死体を切ってた山田朝右衛門は人を切るのに慣れてたし、刀の扱いもバッチリで腕も確かだったからな。白羽の矢を立てられちゃったのか。首切り役を代行しているうちに、いつしか人切り朝右衛門って広まっちゃった。何度も言うように処刑は副業だったんだけどな。副業が本業を超えちゃったってことね。そういうこと。なんといっても、武士にとって刀は重要アイテムだ。よく切れる名刀を所持してることはステータスになるから。徳川家はもちろん、大名や上級武士たちは切れ味のいい名刀をこぞって欲しがった。切れ味を証明してくれる山田朝右衛門は、本業の死体の試し切りでも引っ張りだこで、大名たちの屋敷で、出張試し切りをしてたんだと。家で死体を試し切りなんて、そんなシーン見かけたら白目向いちゃうわ。現代の庭先でそんなことやってたら即逮捕だ。で、試し切りをするためには遺体を入手しないといけないだろ。普通の人の遺体で試し切りなんてできない。だから処刑代行は朝右衛門にとっていい副業だったのさ。そうした遺体を朝右衛門は手に入れて本業に役立てる。なるほど、そのための副業ね。初代から9代まで公式な記録に残っているものだけで2400人を処刑したんだぜ。めちゃくちゃ副業こなしたわねー。いつしか副業だった処刑人のイメージが定着しちゃったしな。それでも、本業のお試し御用はきっちり続けてたんだ。副業やめずに続けたのね。副業の方がかなり儲かったみたいだぜ。結構きつい仕事だから、出張試し切りだと1回で約10両もらってたんだって。1両はだいたい現在の13万円くらいだから130万円ほどもらってた計算だ。出張1回で100万超えか。でも、死体を運んで切ってなんて精神的にもかなりきついわ。人間の慣れってすごいよな。何体くらい試し切りしたのかしら。正確な数は分かってない。出張試し切りはかなり多かったようで、用意できないと縫い合わせて再利用までしてたんだと。うわぁ、死体のリサイクル。江戸時代初期のお試し御用人は罪人の遺体6000体以上を試し切りして、供養のために寺まで建てたんだぜ。儲かるって言っても絶対ご遠慮したい仕事だわ。儲かるって言えば、朝右衛門は大名並みの収入があったんだぜ。一説によると年間約4万石、現代に換算すると23億円ほど稼いでいたんだと。出張試し切りってそんな儲かるの？他にも儲かる副業をしていたのさ。一つは刀の鑑定だ。刀の切れ味については誰よりも詳しいんだ。朝右衛門の鑑定がつけば、名刀のお墨付きをもらえたようなもんだから、礼金はかなりの額だった。本業しっかり活かしてるわ。二つ目は胆のう、肝臓、脳みそで薬を作ること。山田丸、人肝丸と言って、結核に効くと評判だったから飛ぶように売れたんだ。ウエップ、その服用、私は手が出せない。そして三つ目が名刀のランキングブック出版だ。解放剣尺と言って、幕末にはベストセラーになったんだぜ。これまた本業を活かしてるわねー。そんなこんなで、
本業も副業もうまくこなしてた山田浅右衛門だが、やっぱり仕事はきつかったようだ。浅右衛門というのは世襲なんだけど、ほとんどは養子が後を継いでるんだ。実子が後継ぎになったのは2代目と8代目だけだ。弟子の中から刀の腕が立つものを選んで家業を継がせたのさ。自分の子供に辛い仕事はさせたくなかったのかな。多分、そうだろう。死んでしまった罪人の供養のために、稼いだお金をつぎ込んでもいた。家に8体の仏像と大量の位牌があったんだって。処刑した罪人の元取りを集めて、松雲寺に塚を建てたりもしてる。仕事だからって言っても、人の首切ったら懺悔したくもなるわね。明治になって、死刑は公死刑と定まると浅右衛門の仕事も終わった。明治14年に、強盗殺人の罪に問われた二人を斬死したのが最後の仕事になったぜ。処刑人としてのお仕事、全うしたのね。処刑人って、ほんと辛いお仕事ね。精神的にかなりきつそうだわ。世間の目だって厳しかったろうぜ。それでも仕事を全うした三つの処刑人たちは立派なもんさ。きっと葛藤はあったでしょうね。ところで、最後に番外編としてジャック、ケッチを紹介しよう。ジャック、ケッチはイギリスの処刑人だ。ジャックは、処刑が下手すぎて有名になった処刑人だぜ。山田浅右衛門と麻薬のパターンね。イギリスでは刑の執行に斧が使われる。だが下手くそな処刑人だとうまくいかないこともある。斧で首を落とすなんて、グロテスク。ジャック、ケッチは1685年にプロテスタントの殉教者モンマス公の処刑を担う。一回で成功しなければならないところを彼は上手にできなかった。これまた失敗して地獄絵図、見かねた保安官が助け船を出したんだが、ジャック、ケッチは泣きべそを書きながらなんとか刑を執行した。ドン引きシーンね。この大失態でジャックは処刑人を解雇され、凄惨な処刑現場は語り草になったほどさ。以来、イギリスの処刑人はジャック、ケッチと呼ばれるようになってしまったんだぜ。ある意味、ジャック、ケッチがイギリス処刑人の野望になっちゃったってとこかしら。世襲じゃないんだけどな。それにしても処刑人って過酷な仕事ね。腕が立って見事に処刑をこなしても辛いし、下手すぎて有名になっても辛いし、仕事としてのブラック度はかなりのもんだ。やっぱり人生は仕事だけじゃなくてバランスが必要ね。ということで、夕方からのバイトはほどほどにしておかなきゃ。睡眠不足になっても困っちゃうし。霊夢は大概昼まで寝てるだろ。それじゃあ、またね。